はい、引き続きこちら徳之島本会です。今日はですね、ちょっと先ほど浜さんの発表にもあったオープンチェーンの場でちょっと発表した内容と同じではあるんですが、まあ、せっかくなのでこの場でもご紹介して皆さんに知っていただければと思ってこちらのスピーディックスツールズの紹介をしたいと思います。で、まあ、最初にちょっと自分の簡単な自己紹介なんですが、所属は、組み込みシステム開発事業部というところで、まあ、基本的な業務として組み込み向け Linux の開発なんかをやったりしています。で、最近なんかは OSS のコンプライアンスに関するところで業務をすごく携わることが多くて、その中でもツール周りですね、先ほど名前もあったホソロジーとか SW360 とか360とかそういうようなものをいろいろ触ったりしてたので、その中で今回この SPDEX2 っていうのところもちょっと調べて発表したところがあるので、この場でまた皆さんに知っていただければと思って持ってきました。で、じゃあこの SPDEX ツールズについて何かっていうんですが、その Linux ファンデーション配下のプロジェクトに SPDEX プロジェクトっていうのがあって、そこが公開している支援ツールになっています。で、そもそも SPDEX 何っていうような方が多分いらっしゃると思うので、ちょっと補足で、まあ、そもそも SPDEX ってソフトウェアパッケージデータエクスチェンジって、要はOSS のライセンス情報を記述するためのフォーマットが SPDEX になっています。で、実物としては、まあ、なんかこんな感じでテキスト形式な形でずらーっとドキュメントの情報とかパッケージの情報とかその中に入っているファイルの情報が何かみたいなのがずらーっと書いてあるものになります。で、じゃあそれ何なのっていう、それ何なのっていうのはあれなんですけど、まあ、ざっくり言うとこの右側の図のように、まあ、章というか段落みたいな形で分かれているのがあって、ドキュメントに関する情報が書かれているところとか、まあ、パッケージの情報が何かとかファイルの情報が何かといったようなところが何個もあって、一つの SPDEX のものになっているというようなところです。で、その中でもよく見るのがこの辺りドキュメントインフォメーションとかパッケージインフォメーション、あとはファイルインフォメーションっていうような項目をよく見る項目です。で、じゃあ具体的に中身どんな情報が書かれているのっていうようなものなんですが、まず最初ドキュメントクリエーションインフォメーションは、まあ、文書作成情報って言ってて、例えばここですね、 SPDEX のバージョン、まあ、SPDEX もその仕様で半数とかがあって2.0 とか 2.1 みたいな、どの半数に従ってこの SPDEX 記載してますかみたいな情報がここのここですね、こちらに記載するバージョンになっていて、であとは例えばこの SPDEX 誰が作ったのっていうような情報をこのクリエイターってところに書いて、この例では、まあ、ツールで生成したからツールの名前がここに入っていて、人が書いたならばここに人の名前が書かれてとかっていうようなものです。で、あとこのライセンスリストバージョンっていうのは SPDEX で扱う中でそのライセンスの情報っていうのは一覧があるんですが、その一覧のバージョンがどのバージョンのを使っていますかっていうようなところです。で、今度はパッケージインフォメーションで、そのパッケージの情報が何か書かれているのっていうようなことが記載されている欄になります。まあ、分かりやすいところではパッケージの名前とバージョンそれぞれ何なんですかっていうの項目が書かれている、例だとホスト APT で 2.6 というのバージョンのパッケージの情報がここに記載されていますよとか、あとはじゃあその OSS どこから持ってきたのっていったようなダウンロード情報を記載したり、あとはライセンス、その OSS のライセンス何ですかっていうようなものなんですが、1個は、まあ、SPDEX ファイルの作成者がパッケージに適用されると結論したライセンス
で、もう一個はパッケージの、もう一個はパッケージの作成者によって宣言されたライセンスっていうのが二つがあって、まあ、ちょっとこの例で持ってきたのがノーアサーションっていうようなものになっていて、これは情報を提供できない、要はこれツールで作ったんですが、最終的に決定するのは人が目で見て判断するようなところなので、ツールだと判断できないから、まあ、ノーアサーションになっているという状態になっています。で、次がファイルインフォメーションです。で、こちらはその OSS の中に入っているファイル一つ一つの情報に書かれている。で、先ほどと同じようにそのファイルの名前が何かっていうのが書かれてて、で、これはコピーングですね。コピーングのファイル で、コピーングのライセンス、こちらですね、ライセンスインフォメーションというところで、ファイルの中で実際に発見したライセンスの情報がここに書かれます。なので、この例でいくと、コピーングは GPL2.0 だっていうのはツールで見つけているので、それがここに記載されているというようなところです。で、あと各ファイルの中にあるファイルの著作権者コピーライトなんかもツールで見つけたら、この SPDX のとこに情報が書けるようなものになっています。はい、こんな感じでその OSS のライセンス情報なんかをまとめるのが SPDX っていうものです。で、本題に戻って、この SPDX ツールは何かっていうと、その SPDX を扱いやすいように、なんかいろんな形に変換したりしてくれる支援ツールの紹介です。はい、で、じゃあ実際に何ができるのっていうようなことなんですが、まあ、こちらの一覧にあるのができる機能で、まあ、例えば一番上のですね、SPDX のタグ形式っていうようなものからスプレッドシートの形式に変換してくれますよとか、あとは逆にそのスプレッドシートの形式から SPDX に変換してくれたりし、変換してくれますよということをこの SPDX ツールでできます。で、じゃあこれ、使うためのインストール方法とかなんですが、まあ、詳細はですね、こちら GitHub 上に公開されているので、詳細はこちらの、まあ、URL の先を見ていただきたいんですが、まあ、簡単に実行環境は Java の JRE1.8 以上のところであれば動くツールになっています。で、インストールも簡単で、まあ、GitHub からソース持ってきてインストールしてやるっていうふうに簡単に使えるようになるツールです。で、じゃあインストールしたら使い方なんですが、まあ、基本的には、こちら Java のコマンドとして使うのでJava コマンドでインストールした JAR を、指定してあります。で、そこで後ろのこのファンクションのところに、先ほどこちらですね、こちらで紹介した各機能何を使いたいかを指定してやって、で、後ろのパラメータのところで、まあ、入力ファイルや出力ファイルといったところを指定して使うような形です。で、まあ、ちょっと今日は簡単なデモとして SPDX からスプレッドシートに変換するところと、あと逆にスプレッドシートから SPDX に変換するところの簡単なデモみたいなのをご紹介したいと思います。で、まずはじめに SPDX からスプレッドシートに変換するとき、こちらはツールとして、まあ、SPDX 先ほど見ていただいた通り、まあテキスト形式でいろいろバーって書かれてるんですけど、まあ、スプレッドシートにすることで、例えばたくさんファイルがある中で GPLv2 のライセンスのファイルはどれだけあるのとか、そういったようなのがフィルタリングしやすくなったり、あとは、まあ、ちょっと集計とかグラフ化みたいなのはスプレッドシートに変換してあげればそれができるようになるね。あとは、まあ、初めて SPDX 見る人とかだと、どこに何が書いてあるかっていうのはちょっとよく分からなかったりするかもしれないんですけど、スプレッドシートになると各項目が分かれて、ちょっと初めての人には分かりやすくなるのかなというような気がしています。で、じゃあ実際にどう変換するのということで、先ほど紹介した基本形に、まあ、タグとスプレッドシートの
機能を指定してSPDX から Excel に変換するというようなコマンドを、まあ、バシッと打つとどうなるかということなんですが、こちらがちょっと先ほども見せたその元となる SPDX がこちらです。で、こちらのSPDX を先ほどのコマンドをバシッと打つと、この Excel が出力されます。で、まず見ていただきたいのがこの下のシートの部分です。例えば今表示しているのが、ドキュメントインフォというふうな、シート名になってて、これが先ほどちょっと見ていただいたこちらのSPDX に書かれてた時のドキュメントインフォメーションの情報がこちらの Excel の方に出ているようになったり、今度はパッケージインフォメーションっていったら、先ほど見たこちらのパッケージインフォメーションですね。例えばパッケージの名前が BGP2 ってなってたら、そういったような情報がこちらですね、パッケージネームとかで、スプレッドシートの方に変換されているというような形式で、まあ、SPDX の内容が、スプレッドシートにバーッと入るような形になっています。で、あとは、こちらですね、先ほど見たファイルインフォメーションの情報が、ここに、このシートに入っているんですが、まあ、今回かけたこの BGP2 というの中にあるファイルが一覧でずらーっとあって、で、じゃあその、各ファイルのライセンスがどこっていうと、こちらのライセンスインフォインファイルっていうような欄のところに、それぞれのファイルのライセンスがどうなってるのっていうのが一覧であるので、まあ、ここを見てそれぞれのファイルが何でっていうようなところが、まあ、判断できるようになりますよというようなところです。はい、で、これがまあちょっとその結果を貼っつけただけなのでちょっと見にくいんですが、まあ、変換前から変換するとスプレッドシートの形式になりますよというところです。はい、じゃあ次です。じゃあ今度はスプレッドシートから SPDX に変換するときなんですが、まあ、こちらは、まあ、例えばフォソロジーとか使えばこのSPDX っていうのものを生成できたりできるんですが、そういったようなスキャンツールとかツールを使わなくても、例えば人がこのパッケージの名前は何でバージョンは何でみたいなポチポチ打って、でそれをその結果を、まあ、SPDX の形に変換できるっていうのが、まあ、利点かなというふうに思っています。で、じゃあ実際にどうなるかっていうと、でこちら、必要最低限の入力項目として先ほどの Excel のシートにこれらの項目を入力すれば、まあ、ワーニングが出るんですけど、まあ、一応 SPDX の形式で変換してくれます。で、一応これ自分がポチポチ1個ずつ項目増やして試してたので、まあ、大体これで必要最低限ぐらいかなというのが。で、用意したのがこちらの Excel でパッケージネームとかもちょっと適当な名前を入れて、でファイルとかも一つ一個入れてやったりっていうような、もう本当に最初の Excel を用意してやって変換すると、このような形ですごく本当にシンプルな形の SPDX っていうものができますよというような、すごく簡単なデモの紹介になります。先ほど Excel シートに入れていた情報ですね、パッケージの名前が入っていて、まあ、バージョンがあってとか、でファイルの名前でとかっていうような情報が、まあ、SPDX のこの形式で出力され変換してくれますということです。
入力した結果が、まあ、出ますよというところです。はい、で最後もまとめなんですが、まあ、SPDX ツールを使うと、まあ、この SPDX というようなものを使いやすいために、まあ、様々な機能がありますよということで、まあ、例えば SPDX からスプレッドシートに変換するといったところだと、まあ、CI に慣れてない方でも、まあ、Excel でならいろいろいじったりできるよねというようなところは使いやすいかなと。あとはまだ会社とかでも OSS 申請するときとかあるかと思うんですけど、そういったときだいたい Excel とかでも申請したりするので、そういうとき変換しやすかったりというような利点があるのかなと考えています。であとは、まあ、もう一個はスプレッドシートから SPDX に変換するところは、まあ、先ほども言ったけど、そういったコソロジーみたいなツールがなくても SPDX の形には変換できるツールがありますよという紹介です。で他にもまだ機能があって、このこちらの機能では指定したその SPDX を比較したりしてくれるので、まあ、バージョンアップした OSS 同士を比較すれば、まあ、その際なんかもちょっと簡単に確認できるようになるのかなというようなことを考えています。はい、で以上で簡単に SPDX ツールの紹介になります。はい、ありがとうございました。何か質問とかディスカッションとか。SPDX あんまり使ってないんですけど、はい、最近は Linux カーネルとかオープンソースでもソースコード開くと頭に SPDX の宣言が増えてて、はい、確実に普及してきてていいなっていうのと、やっぱライセンス書き忘れちゃってて、このソースライセンス何みたいなドキドキが減るので、 SPDX はなんかどんどん普及させた方がいいなって個人的に感じて。で何話したいかというと、インプラナーソフトでも要するに最初に、まあ、これはソニーが書いた独自ソフトですみたいに一応埋め込んでおくとか、なんかまあしきたりがいろいろあると思うんですけど、 SPDX でそのこれはまあプロプラソフトだよっていう宣言をすることも当然きっとできると思うんです。はい、可能です。それって一応ググれば普通に出てくる。皆さん SPDX 使われて会社さんは当然みんなそのプロプラソフトにもそういう自前の入れられる。あんまりちょっと情報が出てこなくて、ものを考えると、まあライセンスのデータ交換をするのが主眼なのでできないわけはないと思ってるんですけど、あんまなんかオープンソースありきでこうなんか書かれてるもの多くて、あれっていう。そういった意味だと、どうやってプログラムのライセンス書くのってところなんですが、基本的に、ちょっとこれ分かりづらいんですけど、これは OSS のライセンスで、はい、SPDX で定めてるライセンスが名称、はい、出てくるんですけど、それ以外のは、じゃあどうやって出てくるのっていうと、なんかライセンスレフみたいな感じで、はい、どっか参照してみたいな形で、これ GPL なんですけど、まあ、ちょっとこういうような形で出てて、で実際どこに出てるかっていうと、SPDX の一番下に使っているライセンスの説明を書くところがあって、でそこに例えばソニーさんだったらソニーのこういうようなライセンスですっていうような説明をして、このライセンス ID を、うん、まあ、ファイルとかにくっつけてあげれば、それで使えるっていうような形です。なるほど。こういうのを、まあ、1個用意しとけば、まあ、なんかプロプラのソフトとか独自ソフトを書き始めるときは、まずこの謎の一行をコピペで貼り付けてくださいってやれば、まあ、クリアリーな行動ができるって感じです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ただ今松本さんをしてきた中で実は僕気になっていることがあって、はい、何かというと SPDX 対応しましたということで、それでソースコードの頭に SPDX コードをつけるだけでそれを SPDX に対応しましたっていうふうに言う人がいるんだけれど、実はそれっていうのは SPDX の一つの一面でしかなくて、 SPDX が本当に意図しているのは何かって言ったら、
いろんなこうソフトウェアが引き渡される間に、きちんとしたそういう情報が渡るっていうことの方が主目的なので、それを保管するツールとして、ああいうコードっていうのを作ってるに過ぎないよね。だから逆に言うと、あのコードをつけるって話でも、いい加減な気持ちでね、例えば本来だったらいろんなオープンソースソフトウェアのお茶まぜに入ってるようなものなのにかかわらず、BSD を全部代表するようなことをやられたりしたりすると、そうすると根本が崩れちゃうから、まあ確かに汚染されるみたいなことに、そうそうそう、だからあの SPDX って気をつけないといけないのは、本当はこういうことをやってちゃんとした情報の受け渡しができるようになるっていうことが主眼であって、 SPDX コードっていうのは単にその一つのツールに過ぎないんだ、そのための手段の一つに過ぎないんだっていうことをちゃんと考えておかないと、おそらく本質を見誤っちゃう。だからあのこの2つは SPDX 対応してますなんていうことを言うこと自体がはっきり言ってあんまり意味のないこと、まあ、いけねえ、録画してたまあ、まあ、でも単純に普通にその GPL とかライセンシングされてるものが、まあ、SPDX コードつくのは、あのクリアリーになってやっぱりそれはいいので、そこにあのデメリットはないはずなので、まあ、いいのかな。本当にあの例えば Linux のコミュニティの中でも、この間一気に全部のコードに SPDX コードのアイデンティファイアをつけた、あれなんかすごい、あの100歩前進ぐらいだと思う。同じようにいろんな人があのオープンソースっていうものに関わるときに、これの中の利用許諾条件がどうなってるのかっていうことに気をつけてもらえると、そうするとそれを使う人たちがすごく楽になるので、こういう流れは本当に広がってほしいなと思うんだけど、はい、すみません、チャレンジ。ありがとうございます。他の人だけか。で、SPDX に関してはあのすごくディテールな情報を要求するのに対して、これ 実務的にはもっと軽くいけるよねっていうような議論があって、あの SPDX の、 あの簡易版 SPDX ライトなんていうものの提案なんていうのも一部にされていたりするので、そういうことなんかも含めてぜひ皆さんちょっと関心を持っていただけると嬉しいかなっていうことで思います。じゃあ安倍さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。